今日ね前髪の縮毛矯正をしてきてね、縮毛矯正したからこう逆に伸びるじゃないですか、伸ばしてるからまっすぐにね。でもその後前髪カットもお願いしたらちょっと切りすぎちゃったね。まあいっかちょっとしばらく公演とかもないのでオンラインぐらいかな、次あるの。オンラインぐらい、オフラインの時にはきっと伸びてるはずだから、オフラインまで何もないかな。公演もねクラクラとラーメン部しかないから、まあ公演もないしオフラインまでに前髪伸ばすか。つぐみさんっぽい。え、つぐみさんってこんな前髪短かったっけ。服の色じゃない、服の色のチョイスじゃない。つぐみさんってこんな前髪短かったっけ。あ、でも確かに結構すごいしっかりめに巻いて眉毛のラインとかのイメージかもね。確かにそれはそうかもしれない。ちょっとだから気にしないでください、分かってるんですよ前髪切りすぎたことは。前髪切りすぎたことは分かってるからちょっと触れないでください。ちょっと前髪短いなと思っても気にしないでください、眉毛出さないように頑張る。おかしな顔しとかないと眉毛出ちゃう。おでこ疲れるこれ、この顔。おでこ疲れちゃう。あ、この顔、この顔がつぐみさんぽい。つぐみさんこんなおかしな顔してないでしょ。あ、困り顔ってこと、確かにそれはそうかもしれない。違うんですよ皆さん、今日はねちょっととあることをしようと思いましてね。はい、あのもうすぐねバレンタインということで、はい、今回もちょっとあの新潟のバレンタインにぴったりなお菓子を紹介していこうという配信をしたいと思います。何が一番楽しみって、私がお菓子食べられることが一番楽しみにしていることなんです。そう、なんかさ、ラジオ部もさ、スイーツ部、スイーツ通信か、スイーツ通信なくなっちゃったからさ、お菓子食べられない。と言いつつですね、だから今日から、まあ、バレンタインまでかわかんないけど、ちょっとわかんないですけど、あのちょっと今年もバレンタインにぴったりな新潟のお菓子をいろいろと紹介していこうと思うんですが、そんな初回からまずチョコじゃないんですけど、なんか去年はちゃんとチョコに特化してなんかバレンタインのお菓子を紹介したんですけど、あ、なんか柿チョコとかさ、それこそ今日のスイーツ部公開されたリカさんのやつとかで、なにわ屋さんの柿の種が登場してるけど、まあ、その去年は柿チョコとかなんかプラリネとかなんかなんだっけ、ティラミス大福とか、まあ、一応チョコを使ったものを紹介していったんですけど、今年はまあチョコではない、チョコではないけど、でもこれはすごくバレンタインにもぴったりなんじゃないかという、お菓子を紹介したいと思います。初回からチョコじゃないんですけど、ね、それがですね、ちょっとこれさっきあの写真を撮るために開けてしまったので、ちょっとあの
ラッピングが雑なんですけど、じゃん、見てこのなんかおしゃれなカンカン、これがですね、なんとバターサンドが入ってます。そう、チョコじゃないでしょバターサンドが入ってるんですけど、これがですね、八海山風梅花バターサンドと申しまして、あの私この前ね、パパとママと3人であの南魚沼市の方に行ってきたんですよ。で、あの南魚沼で八海山っていう、まあ、酒造があるんですけど、でそこに行ってきたんですね。魚沼の里っていうところに、その八海山のなんかこう酒造の、なんて言ったらいいんだろう、なんか雪室があったりとか、でその八海山のお酒が売ってたりとか、それを使った食べ物が売ってたりとかするところがあるんですけど、そこで買ってきました。はい。で、あの八海山をまあ使ってるんですけど、八海山の中でも、あの八海山もいろいろあって、その、まあ、日本酒が結構一番こうパッと思い浮かぶと思うんですけど、他にも甘酒だったりとか、いろんなものをね作ってらっしゃるんですね。でその中でもその風梅花っていうものを使ってる、風梅花っていう種類のお酒を使ったバターサンドになってるんですけど、この風梅花っていうのが何かっていうと、あの焼酎なんですよ。そうで、焼酎を使ったお菓子って思うじゃないですか。なんだけど、なんかその焼酎がちょっと特殊で、あのワインとかを入れる樽ってあるじゃないですか。その樽で寝かせるんですよ。そう、普通の焼酎だったら絶対に入れないと思うんですけど、その風梅花っていう種類のお酒は、その焼酎を樽、ワインの樽の中に入れて寝かせて、でそこからまあ焼酎にするんですけど、そうだから、なんか普通の焼酎よりもちょっとウイスキーっぽい香りがね、こう豊かな、そうとってもウイスキーっぽい感じの焼酎になってるんですね。そうで、まあ焼酎だからそのままストレートで飲むと40度、アルコール度数40度なんですけど、それをね、でもこの前その雪室ツアーに行ってきたの、そこの雪室ツアーした後に、その40度のストレート、こんなちょっとだけどちょびっと飲んでみたのね。でもなんか全然そのお酒臭くなくて、そう、あのもちろん飲んだ時は結構すごい、今までで一番喉がカッカ、なんか熱くなったんだけど、でも普通40度もねあったら、飲む前からこう近づけた瞬間に香りで多分私ダメな気がするの、お酒臭いって。そうなんだけど、全然お酒臭くなくて、そうなんかいい香りがする。そうで、まあ飲んだらすごいカッカしたけど、でも香りがそんなにきつくないから、そう、あ、違う、本当は多分こうお水で割ったりとかロックで飲んだりとかすると思うんだけど、あの試飲だったから、その割るものとかはなくて、本当にちょびっとこれぐらいだけ飲ませてもらっただけなんだけど、ガチでストレートでは飲まないですよ、さすがにね。さすがに40度ストレートで飲まないですよ。あの試飲だったからストレートだっただけで。でもなんかそのそんなに、だから焼酎なんだけど、あんまり焼酎っぽくない、ウイスキーに近い感じなんですよ。そうで、その試飲をさせていただいた時に、なんかこれを使ったお菓子もうちで販売してましてって紹介されたのがこれだったで、その本来のその風梅花はアルコール度数40度あるんだけど、その40度ある焼酎風梅花にパイナップルを漬け込んで、でその漬け込んだパイナップルがサンドされてるお菓子なんですよ。そうで、めちゃくちゃ美味しかったの。それもね試食させてもらえたんだけど、めちゃくちゃ美味しくて、
それでね買ってしまったんだけど、なんとこのバターサンド実は超高級品で超高級でね、こんな風に6個入ってるんですけど、6個入りでなんとお値段いくらだったっけ、3500円とか800円とかそれぐらい。そうちょっとお高いでしょ、ちょっとお高いんですよ。でなんか1個売りでも売ってたの、1個売りで540円ぐらいだったかな。そう1個売りでも売ってたよ。で1個で540円って聞いたらめちゃくちゃ高く感じません？これ1個540円だよ、高っって思って。そうめっちゃ高いよね。でもなんかせっかくこうやって紹介するなら1個じゃなくて絶対箱で紹介したいなって思って箱で買いました。だってみんなに紹介するのに1個だけってちょっとねって思って、箱で買っちゃった。そうでこれがその風梅花っていう焼酎にパイナップルを漬け込んで、でそれをまあサンドしたバターサンドになってるんですけど、でこれを作ってるのがなんかね東京のなんかねホールショートケーキ専門店なんだって。ホールショートケーキじゃないけどそうなんかね東京のすごく有名なケーキ屋さんが これちなみにそこでしか売ってないの。そう魚沼の里のそのお店でしか売ってないらしくて、これ多分風梅花自体お酒自体は多分ネットでも買えるとは思うんだけど、そうでもこの風梅花を使ったお菓子はもうそこでしか売ってなくて、そうでね何て書いてあったかな、なんかこのお店がマツコの知らない世界でも紹介されたんだって。マツコの知らない世界のショートケーキの世界で紹介されました。だってクッキー生地には醤油麹を練り込んで焼き上げた芳醇な香りと風味豊かなバターサンドですって書いてある。ちなみにこのこれを作ってるケーキ屋さんはオーナーシェフは日本の料理界において女性初の快挙となるフランス共和国農事功労賞シュワリエを受賞いたしましたって書いてある。ちょっとわかんないけどでもとにかくすごい方が作ってるケーキ屋さんで作られたお菓子っていうことみたいですでこれがね、でこれすごいのがその雪室ツアーに行った時に試食をさせてくださったんだけど、なんとこれの1人これの4分の1くれたんですよ、試食で。でしかも私とママとパパと3人で食べたからもう4分の3さ食べちゃったの。1個540円ですよ、1個540円を4分の3も無料の雪室ツアーで食べさせていただけるってどんだけ優しいのここってすごいんですよね。そう試飲もなんかそういろ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 あるんだけど、いろんなのを試飲させていただけるし、そうこのお菓子も無料で試食させてくださって優しすぎ。でもその試食でもう本当に美味しすぎて買ってしまいましたちょっとじゃあ食べちゃいますちなみにこれはね冷蔵庫で冷やしてる冷蔵保存のものです。だってほら見て、お菓子でこういう個包装なことあんまなくない？言ってる意味わかります一個一個がこういう包装のタイプあんまなくないですか。うわーめっちゃいい匂い。なんかそのちょっとねお醤油っぽいバターの風味ももちろんするんだけど、ちょっとなんか普通のバターよりも香ばしい香りがします。はあ食べちゃうよ食べちゃうよ。じゃんじゃじゃん。
ただきます。うん、自然にこの顔になった。うまっ、めちゃくちゃ美味しい。なんかね、このサンドしてるクッキーはサクサクはしてない、しっとり系です。しっとり系で、あのすごい、あのバターの風味がすごいです。でね、中のねパイナップルがいいアクセントになるんですよ。そうで、これが風媒果に漬け込まれてるんだけど、でもあのパイナップルも全然そのお酒をすごい感じるっていうわけではなくて、なんかこう本当に洋酒に漬け込んでる感、そもそもその風媒果がちょっとウイスキーっぽい感じだから、パイナップルそこに漬けててもなんかお酒って感じはあんまりしなくって、あの洋酒のなんかいい香りに近い感じというか、おいしい。うん、うん、パイナップルいい。なんか多分他のなんかバターサンドってさ、結構レーズンのイメージありません？レーズンバターサンドとかってよくあるじゃないですか。でもレーズンじゃなくてパインなところがいい。すごいなんか爽やか。なんかレーズンだと結構本当に洋酒な感じがするじゃないですか。なんかパイナップルだからすごい爽やか、美味しい。だけどこのサンドしてるクッキーそのものが結構本当にバターの香りが強い、なんて言ったらいいんだろう、ちょっとまったりした感じというか、クッキーそのものもね結構しっとりめだから、 そこになんかいいアクセントになるパイナップルのこのなんか爽やかさ、フルーティーさみたいなのが、おいしい。もう1個さ540円って思いながら食べるとさ、もうちょっとずつしか食べれないのに、200円分ぐらい食べたな、200円分ぐらい食べたかもしれない。でも本当にさ、パッケージもちょっとすいません、本当に上手に開けようと思ってハサミでリボン切ったんですよ、後ろ側を。だからちょっと本当にすいません、汚いんですけど、パッケージも可愛いですよ、ね、バレンタインにぴったり、めっちゃ美味しい。しかもこれあそこにしか売ってないの。でも本当に美味しかったから買って後悔してない。試食で美味しすぎて値段確かに見て迷ったけど高くて、でもこの美味しさは本当になんか他のお菓子に代えがたい、本当に美味しくて。そうだからやっぱりさ、作ってるケーキ屋さんそのものがすごいさ、なんか有名なのかな、多分いいケーキ屋さんとかだからさ、そのもちろんその風媒果のお酒のね味ももちろんそうだけど、多分作ってるお店がめっちゃ美味しいお店。ちなみに風媒果はそんな高くない。なんかね、一瓶で3000円ぐらいだったかな。なんかもっとさ、ウイスキーっぽい感じ、なんかそのワインの樽に入れて熟成するとかさ、なんか聞いたらさ、すごい高そうに聞こえるじゃないですか、ウイスキーっぽいみたいなね。でもそんな高くなかった、想像してたより全然安かった。一瓶3000円ぐらい、あれ何ミリリットル入ってるんだろう。でなんか瓶もちょっとおしゃれなんですよ。なんかちょっとね洋酒っぽい瓶のデザインというか、720ミリリットルだって。
3850円、そんな高くないよね。まあ焼酎だからさ、そんなにグビグビ飲むものでもないしさ。そう、なんかだから確かにこのお菓子はね、あのここでしか売ってないし、ちょっとお菓子の方がむしろ高いぐらいだってさ、このお菓子と値段ほんま変わんないよ。お酒、お菓子一箱とお酒と変わんないから。そう、だからさ、このお菓子はあそこでしか売ってないけど、お酒は結構ネットでも売ってるからおすすめです。ほんとにあの動画撮ってたんだけどさ、飲んだ時の。でもちょっとさすがにアルコール度数 40% は経験したことなくて、すんごい顔して飲んでた。やばい、めっちゃやばい顔してる。さすがにね、ちょっと40度はちょっときつかった。ちょっと動画撮ってたんだけど、ちょっと結構顔やばかった。本当に結構40度は人生で経験したことない経験したことない感覚でした。すごかった。なんか結構さ、しっかり大きめのパイナップルが入ってる。おいしい。このさ、間にさ挟まってるさ、なんていうの、バタークリームみたいなのもすっごいなんか甘すぎなくておいしい。ウイスキーって私あんま飲んだことない。ハイボールはあるけど、ハイボールは飲むけど、ウイスキーって飲んだことないから、そのロックではすごくびっくりしました。ちょっと40度あんま飲まないね、40度の原液でね。一緒に飲み物合わせるなら、難しいね。もちろん風媒花でもいいと思うんだけど、やっぱりでも洋菓子なので、なんだろうな、まあ違うな、ワイン、お酒だったらワインと、もちろん紅茶とかでもいいと思う。食べちゃった。540円。めっちゃ美味しかった。本当にあの今まで食べたことのあるバターサンドの中で一番美味しいからね。本当に美味しい、ぜひ食べてみてほしい。なんかこのお店、その風媒花を使ってるそのパイナップルの果肉が挟まってるバターサンドはここにしか売ってないみたいなんだけど、このお店、そのショートケーキ専門店って言って、このね、なんていうお店、クレームフレーズ
ジェノワーズで、このお店はのなんか他の普通のバターサンドっていうのかな、はなんかさっき調べたらオンラインで売ってて、この風媒花を使ったやつは魚沼の里の底にしか売ってないんだけど、そうでもこのお店の普通のなんかバターサンドは売ってるっぽかったよ。これなんかねオンラインでねレーズンバターサンド売ってます。いちごバターサンドっていうのもあるよ。え、美味しそう。3500円だって。多分このお店のそもそものさ、多分クッキーとかがめちゃくちゃ美味しいんだと思う。でもそこにこの風媒花につけたパインが入ることですごい今までのその知ってるバターサンドと違う味がする。うん、美味しかった。ぜひ食べてみてください。めっちゃ美味しかった。このリボンどうやったら上手に外せるんだ。あと5個もある。前髪ですか？知ってますって。だから忘れてないし、忘れてないんですよ。でもさ、あれじゃない？髪の毛染めたからさ、まだちょっとあのおしゃれに見えるかもしれない。そんなことない。黒髪のさ、もう完全に眉毛出るだったらさ、ちょっと本当にあーこいつ切りすぎたんだなみたいになるけどさ、ちょっと今髪色明るいからさ、なんかねすごい髪抜けてきた色が。ちょっと明るくなりましたよね。昨日さ、みんなでショールームしててさ、公演終わりにサーヤと並んだら、サーヤが今さ暗いからさ、なんか自分の方が明るくてすごいびっくりした。結構明るくなったから、だからちょっとその髪色明るいから前髪多少短くてもおしゃれに見えるはず。はじめまして、ありがとうございます。ぜひフォローしてください。ちょっとおしゃれに見えるんじゃないな。髪色かわいい、嬉しい、ありがとうございます。なんかもうこれ何色っていうのかわかんないけど。ちょっとこれ本当に、え、でもね聞いてください、今日今日っていうか、その私柿、フルーツの柿がすごい好きなんですよ。で、あの佐渡におけさ柿っていうその有名な柿があるんですね。佐渡ってすごい柿有名なのよ。柿も好き、あの海鮮の方の柿もめちゃくちゃ好きで、なんかその柿見つけるとすぐ食べちゃうんだけど柿のメニューあるとすぐ食べちゃうんだけど、それと同じぐらいそのフルーツの柿もすごい好きで、そうで、佐渡でおけさ柿っていうさ柿があるじゃない。でその佐渡にそのおけさ柿のドライフルーツが売ってるの。そう でそれがすっごい好きで、佐渡に行ったら必ず買って帰ってくるのね。だから今佐渡観光園公式サポーターをさ今年もやらせていただくことになって、その、まあ、お仕事として佐渡に行くことも何回かあるから、それで佐渡に行くとその柿のドライフルーツを必ず買って帰ってくるんですよ。で、12月の中旬ぐらいにそのつぐみさんとさあやと3人で観光園公式サポーターの活動報告をしに佐渡に行かせていただいたのが直近だと、一番それが最近なんだけど、その佐渡に行った時にも買って帰ってきたの、そのおけさ柿のドライフルーツを。でも私それ好きすぎてなんかもったいなくて食べてなかったんだよね。そう
で昨日の夜にあこれそろそろ賞味期限が切れるかもしれないと思って見たらなんと1週間賞味期限が切れてたんですよ。そう、 うわっちょっと気づくの遅かったと思って。でもさ1週間なんて正直なんかどってことないと私は思ってて、1週間なら全然ちょ1ヶ月だったらちょっとねやめとこってなるけど1週間って全然大丈夫じゃないですかね。そうって思って今日の朝食べたんですよ。したらなんかドライフルーツだからまあもともと乾燥してるんだけどなんか私の知ってるドライフルーツよりもさらに乾燥しちゃっててあれなんかすごい硬いな、しかも全部くっついてんのなんかすごいくっついててパックの中に入ってるやつがで、なんか頑張って出して一個食べてみたらなんか味がちょっと違うかもしれないってなってそうっていうことがあったのでちょこれだけは絶対に賞味期限内に食べようそうなの。だからすごい大好きで大事に大事にしすぎて食べれなくなっちゃった悲しい。そうだからもうこれも本当に美味しすぎてもう大事に大事に食べたいんだけどあんまり賞味期限が長くない。2月11日、今日何日、今日8、わっ待ってあと3日しかないじゃんあと3日しかないのにこの中にあと5個入ってるってことは、お1日2個ぐらい食べちゃうそうまだね大丈夫、まだ大丈夫なんだけど、そうでもちょっとそういうことがあったからもうその本当に本当に美味しいものこそもったいぶらずに食べようと思ってそうだからちょっと1日2個ぐらい食べても大丈夫家族と分けたくない、独り占めしたい、一人で全部食べたいこれは一人で全部食べたい。そうでも一人で1日1枚食べたら賞味期限が切れてしまうから1日2個食べればいいじゃんやったね、食べちゃうよでもなこの前そのパパとママと一緒に行ってパパとママはその試食でさ4分の1食べたけどさ妹が食べてないからさ、まあ、妹用にはまあ取っといてあげてもいいかもしれないけど妹用には取っといてあげていいけどでもお酒入ってんだよねお酒入ってんだよね、食べないかなでも全然そのお菓子になってるぐらいだから全然大丈夫な量だとは思うけど、うん、お菓子その未成年は食べられないお菓子とかじゃないからさ、さすがに普通に食べれるとは思うけど、どうかな。でも全然お酒臭くないの。あの本当にそれこそなんかなんだっけ、バッカスとかさ、もうほんとお酒のチョコとかあるじゃないですか。でもあれってほんとにさすごい洋酒の香りするじゃん、お酒って感じの。全然お酒臭くなかった。そうお酒入ってるっていうかさ、お酒に漬け込んだパインが入っててもやっぱそのパインの爽やかさの方が強いからそんなに全然お酒って感じはしないし、全然お子さんからお年寄りまで好きな味って感じか。そうでも結構さ1個さこれぐらいだったじゃん。でもなんか1個でも全然満足できる。まあ2個食べる日あるけどねだって賞味期限が切れちゃうから1日2個とか食べちゃうけどね。でも1個でも全然なんかすごい満足できる感じ。そうほらしましたありがとうございます。
そう、美味しかった、買ってよかった、本当に買ってよかった、めちゃくちゃ美味しかったのこれ、本当によかった、買って、でもぜひちょっと食べてほしい、まあ行くのが大変かもしれないけど、ぜひ行った際には食べてみてください。だけどやっぱそのお酒を作ってるところだから、お酒もすごいやっぱり美味しそうなのっていうか、美味しいお酒もいっぱい置いてあるからさ、そうだからね、お菓子、逆にお菓子で3000円ちょっともったいないって思っちゃうかもしれないね、お酒もすごくいっぱいあるから、そうそうそう、そう、これ冷蔵ですよ、冷蔵だから早く冷蔵庫の中に入れて戻してあげなきゃそう、運転手付きで、そうだね、あのでもその雪室見学ツアーで最後そのなんか試飲できるんだけど、甘酒もね作ってるから、それこそ車運転される方は甘酒の試飲やってますって、甘酒飲んでた、パパはね、ママも甘酒飲んでた、私だけ40度、パパとママが甘酒飲んでるのに私40度飲んでたそうだからその運転される方も楽しめる、本当に雪室見学すごい楽しかったから、ぜひ行ってみてくださいしょうちゅうお願いしちゃった、本当にそう、なんかね、もう一個でも隣にすごい気になった焼酎があって、何だったかな、そう、なんか私が飲ませていただいたのはその風梅花っていうなんかワイン、このさ、さっき見せたさ動画のさ後ろにさ、この樽が映ってんの分かります、これ、これに入れてんの、本当になんかワイナリーみたいな、ここだけ見たらね、ワイナリーみたいな、この後ろの樽のとこに入れて作ってるやつが風梅花なんだって、そう、ワイナリーに見えますよね、もしくはなんかビール作ってるとこみたい、そう、え、なんだっけな、この隣にあったやつ、あ、そうそうそう、なんかその魚沼地域にしか売ってないこの八海山の魚沼で候っていうやつがあって、そっちも気になった、そっちもすごい飲んでみたかった、やっぱ新潟では、普通の八海山とかは新潟でも売ってるけど、なんかね、新潟、なんだっけ、越後で候っていうやつもなんか新潟市内で買える、でもそれのなんか魚沼でしか売ってないやつで、魚沼で候みたいな、ソーローシリーズっていうのそう、なんか魚沼でソーローっていうのもあって、そっちもすごい気になったんだけど、実は本当になんかその地域でしか売ってないらしくて、そっちも飲んでみたかったけど、そう、ちょっと風梅花を飲んじゃいました。あとこれも気になる、風梅花の隣にあったやつ、あのなんかメッセージボトルみたいな感じで5年、最長5年までなんか置いておける、そこのなんか魚沼の里のそこにあるところでなんか眠らせておける、そう感じのやつで、それも気になった。そう、あとね、梅酒とかも試飲できるんですよ、私梅酒あんま好きじゃなくてちょっと梅酒は飲まなかったけど、はじめまして、オンライン申し込みしてありがとうございます、嬉しい、お酒の話じゃなくても何でも話してくださいねそう、4年でお願いしてきた、え、すごい、置いてきたの、何用何故の4年、そうなんですよ、なんかね、梅酒も作ってるの、赤井さんすごいですよね、しかもなんかめっちゃいっぱいあったよ、梅酒3種類4種類ぐらいあったかな、そう、すごいいっぱいあった、まあでも新潟市内でもね、八海山のお酒いっぱい売ってるから、
ぜひ見つけた時にはちょっと飲んでみてください。なんかその雪室を見学してからそのお酒とか見るとすごくなんかこのお酒こうやって作ってるんだとかなんか分かってすごい面白い。奥さんのお誕生日、え、素敵、4年後の素敵、いいね、いいね。そう、なんかお酒、まあお酒好きな方はもちろん楽しいと思うけど、なんかお酒好きじゃなくてもすごい楽しかった。そうで、近くにそのこの前私がインスタに載せたやつ、なんか甘酒レモンソーダみたいな飲んでる、あそこはその魚沼の里の中にあるビールを作ってるところで、なんかクラフトビール、すごい有名なクラフトビールがあるんだけど、そのクラフトビールを作ってる工場っていうのかな、醸造所の隣みたいなところにあって、そこでなんかビールのビールサーバーがあって、そこから直接こうビール飲めるとか。だから日本酒はあまり好きじゃないけどビールならみたいな人でもなんか楽しい、ビールも飲めるビールは飲まなかったけど、そこではビールでも楽しめる。そう、すごい面白かったです。うん、なんかあとカフェもあるし、そのビールのところにはパン屋さんもあるし、お蕎麦屋さんとか、なんか本当にいろいろあったから。あ、ちなみにそのビールのところで飲んだ甘酒レモンソーダは全然甘酒の味しなかったの。なんかすごいもっと甘酒のなんて言ったら独特な麹の味がすると思ったら、結構レモンの方が強くてあんまり甘酒の味はしなかった。でもまあちょっとまあ下の方に甘酒が溜まってる感じかな、ちょっとまあ白く濁ってる甘酒でちょっと濁った感じではあったけど、結構レモンの方が強かった。なんかさっぱりしてましたね、美味しかった。まあ甘酒チャイとかも気になったんだよね。そっちも美味しそうだ。でもチャイも結構癖強いじゃないですか。だからまあそっちもそんなに甘酒がもしかしたら強くないかもしれない。美味しかったです。バンダイにできたクラフトビールの店、あれでしょ、バスセンターの下のパン屋さんの向かいの新潟交通の隣わかる、あそこも気になるよね、クラフトビールのお店ね。わかるわかる。なかなかちょっと一人で行く気にはなれないけどとか言って、ポンシュ館一人で行ったからな今週間一人で行ったことある人間だから全然一人で行こうと思えば行けるんですけどね。でもさ、なんか公演ある日とかにさ間違って行っちゃったらさ、公演前とかみんなバスセンターのカレーとか食べてたりするじゃないですか。すぐ鉢合わせたらめっちゃ気まずいよね。え、こいつ一人でお酒飲みに来たんかみたいみんな公演前にバスセンターのカレーとかさ食べてたりするのにさえ、一人でここに何しに来たんですかって感じになった。気まずい気まずい公園ない日に行かないと、せめて、え、そん、なんだろう、あのスタバ飲みに行く顔してそこ入ろうかなすごいいかにもすごいおしゃれな格好、今からスタバ行きますみたいな顔してクラフトビールのお店に入るね、あそこどんな感じなんだろうね。ちょっとなんか作ってる外観しか見たことなかったから、中まだ入ったことなくてわかんないけど、でも最近はすごく私ビールが好きなので最近はビールもすごく好きなのでちょっと気になって、皆さんくれぐれも公演前には行かないでくださいね。あのお店って何時までやってんだろうね。公演終わりとかなら行けんのかな。公
公演前にはちょっとやめていただきたいですね。劇場で暴れられても困るので公演後とかでも行けるのかな、あそこなんてお店だったっけね。立ち飲み店なんだって、シュメール、ね、すごいビールサーバーがある。あ、営業終了21時だって。あ、じゃあ公演終わりでもギリギリ行けそうじゃない。土日なら絶対余裕だね。平日公演だとまあお見送り終わって、まあでも余裕か、1時間あるかないかぐらいかなですね。気になる。え、なんかさ、水色のビールあるよ、エメラルド。すごっ、何なのこれ。でも新潟市のクラフトビールって書いてある。新潟市のクラフトビール、気になるね、とても。今そこガラス張りだからなめちゃくちゃ見えちゃうからな耳江公園前に行かない、行かないよ。飲酒してさすがにステージ立ちませんよ確かに公園終わりだと一杯ぐらいしかね、行けないかもね。確かに。え、あれなんだっけ、2年前ぐらい、あのさ、月岡のさ、こういうクラフトビールのお店でさ、バレンタイン限定のさ、なんかチョコのクラフトビールみたいな一回買ったことある。2年前か、多分二十歳になってないとさすがに買ってないはずだから。2年前だ、ありましたね、月岡の。そう、なんかクラフトビールって面白いのいっぱいあるからね。それこそエメラルドグリーンとかチョコ味とかいろいろあるからね。そう、面白いですよねクラフトビールってね。なんかすごい本当に新潟って、その日本酒はもちろんだけどさ、今本当にビールもすごい、結構各地域にクラフトビールのお店がすごいたくさんあるから、すごいお酒の街になってきてていいですねいいですね。あ、そんなわけでですね、まあ今日はちょっとこの風媒花っていう八海山の焼酎を使ったお菓子を紹介したんですが、明日はですね、また別のお酒を使ったまたって言わないでください、またって言わないでください。違うんですよ、だって魚沼の里でまた買ったの、それも魚沼の里で買ったんだけど、あそこがすごいお酒がいっぱい置いてあるからさ、そこのお菓子がいっぱいあんのよそこで買ったからさなので明日もちょっとお酒を使ったお菓子をご紹介しようと思います。そう、魚沼の里で買ったの。それもどうなんだろう、それも魚沼の里でしか売ってないのかな。なんかね、もっとみんなにも手に届くようなものも紹介できたらと思うんだが、そう、でもなんかそこの現地に行かないとないっていうのも、まあそれはそれでいいよねっていう、そこの地域まで行ってこそ買えるものでもいいんじゃないかなっていうふうにすごいパパに言われて、これ買うときまさに、そう、でもこれここでしか売ってないのか、紹介する意味あるかなとかって最初思ったんだけど、でもやっぱりみんなにそれを紹介してその場に来てもらって、そこでなんかこう買ってもらうのがいいんじゃないって、そうやって新潟に足を運んでもらうことも大事だよって、その普段ねなかなか来られないからこそ、みんなのねお家でも
ネットとかですぐに買えるものの方がいいかなって私は思ったんだけど、でもそっか、来てもらうことも大事だよねっていう。そうだからちょっと多分明日のももしかしたらオノマの外で買ったやつだから、オンラインではちょっともしかしたら販売してないかもしれないけど、どうなんだろう。違うやつならありそうだけどって感じではあるけど、ちょっと明日もまたバレンタインにちなんだお菓子を紹介しようと思っているので、楽しみにしていてくださいっていう、楽しみにしてるのは私が一番楽しみにしてるんですけど楽しみにしていてください。楽しみです。フォローしました、ありがとうございます。そうでもね、なんかバレンタインまでに、でもまあおしゃべり会とかも間にあるから、そういう日はちょっともしかしたらお菓子紹介できないかもしれないけど、まあ、できればいろいろ紹介できたらなと思っております。はい、楽しみそう感がすごい楽しみです。でお菓子食べられるんだ、なんかこの時期はね。そうなんか今日さっきその伊勢丹に行ってきたの。伊勢丹のなんかショコラモード、なんかそのバレンタインのチョコとかがいっぱい売ってるやつがあるんだけど、それにさっき行ってきて、でそこでもやっぱりそのもう国内外のさ有名なチョコレートとかがいっぱい置いてあるわけじゃないですか。でもやっぱ新潟のチョコレートとかもいろいろ見てきたんだけど、そうちょっとまあそこでも気になるのはあって、ちょっとそれは今日は買ってこなかったんだけど、また紹介できれば買ってこようかなっていう感じです、うん、そうめっちゃ、でもめっちゃ全部美味しそうだ。そのなんか新潟、やっぱこうやってチョコ紹介するのは新潟のチョコ紹介しようと思ってるから、どうしてもその新潟のお菓子屋さんのところをまあ中心に見てきたんですけど、でもやっぱすっごいその何ですか、フランスのなんとかなんとかのチョコレートを使用したみたいな、超美味しそうだったそうなんかそう美味しそうだったな、すごい全部美味しそうだった。なんか試食、そう試食とかもね、なんか再開したの。なんかすごいコロナ禍がちょっとずつこうまあ収まってはいるわけじゃないけど、やっぱそのインフルエンザとさ同じ同等のさ部類にされたりとかしてさ変わってきてるんだなっていうのをすごい感じて、そう試食もさせてもらえてね、そうな前ほどそんな大体的にはやってないけど、なんかこうどうしようこれめっちゃ美味しそうだなって思ってじーって見てると、こちらご試食ありますがいかがですかって言って後ろから持ってきてくれて、そうそうそう、でもなんかその試食もすごいまあちょっと変わったというか、その試食用にこうわざわざこんなちっちゃいやつがもう袋分けされてて分けになってたりとか、そのコロナ禍ならではな感じはしてるけど、でも試食やっぱ試食あるのね嬉しいよね、買う側もねそうがすごい嬉しかったし、全部美味しそうだった。でももうなんか売り切れのものとかも、お昼過ぎぐらいに行ったかな今日、昼過ぎぐらいに行ったんだけど、もう売り切れのものとかもすごいいっぱいあって、そうね、ちょっとでもすごいなんか入荷待ちみたいなのがあったからさ、でもすごい食べたい気になるのがあったから、ちょっと次のチャンスを狙っていつ入荷するか知らんけどね、ちょっと買いに行けたらいいなと思っております。美味しそうだった、すごい。なんかさ全然新潟のとかじゃないんだけど、すごい和菓子みたいな形のチョコレートがめちゃくちゃ人気で、もうなんか3個入りと4個入りしかもう残ってなくて、そのなんついっぱい、しかもそれが結構安かったんだよね。なんか結構 12個入りとかなんかいっぱい入ってるやつとかも全部
販売してて、なんかねすごい面白かった。たい焼きの形してたりとか桜餅の形してたりとか、なんか和菓子の形したチョコ、面白かったよすごい。なんか私は結構ガナッシュ系のチョコが好きで、あの周りがちょっとパリパリしたチョコに中はなんかなんだろう、生チョコっていうか結構トロトロしたやつ、そういう系のチョコがすごい好きなんですけど、やっぱそういうのが多いじゃないですか、こういうショコラモードとかに置いてあるチョコって。なんか全部食べたくなった全部食べたくなったけど、まあここで紹介するのは新潟のチョコをね中心にいろいろ紹介できたらなと思っております。あ、そうだ、あとさ、今週末のおしゃべり会と、あと来週のオフラインでその告白のね企画があるので、そうだ、だからそろそろインスタのストーリーの方で言ってほしいセリフを募集しようかと思っていますので、ぜひ質問箱を設置するのでそこに言ってほしい告白のセリフをじゃんじゃんどんどん入れていただいて、はい。でなんか前も多分やったことあると思うんだけど、なんか当日この部はなんか、まあ、1番か2番2つセリフを用意して、なんかどっちか言ってほしいセリフを言うみたい なんかそういうのをできたらいいなと思っているので、言ってほしいセリフをぜひそちらの質問箱の方に送っていただけたらと思います、はい。ちょっとじゃあそろそろ終わりにしようかな。なんてたってこの子を冷蔵庫に戻さなければいけないからはい、じゃあちょっとランキングを読んで終わりにします。13位声の皆さんありがとうございます。12位ノートンさんありがとうございます。11位ソラさんありがとうございます。10位マキアートさんありがとうございます。9位アルニスタさんありがとうございます。8位ラーマさんありがとうございます。7位ヒーロさんありがとうございます。6位マーチンさんありがとうございます。5位トシさんありがとうございます。4位タカさんありがとうございます。3位トシーさんありがとうございます。2位ノスハラさんありがとうございます。1位昔からおじいさんありがとうございます。それではじゃあ明日も、あ、そうだ、この後ラジオトークがあるんだった。ラジオトークもぜひお聞きください。はい、10時からです。ありがとうございました。